勝2敗172cm 95kg 塚本拓実。赤コーナーリング戦1勝2敗 170cm 90kg 植木孝之。
ってる、熱いですか。はい、上下がって、下がって、上下がって、下がって。どうぞ。行くぞ。よし。ガゴクラッシュで負けた。俺の得意とするテーブルクラッシュで負けた。意気投戦でリーグ戦で負けたってより俺にはショックです。俺の得意のテーブルクラッシュで負けた。だったら俺に残されたものはもうただ一つしかないですよ。この一騎当選、残すところあと一戦。もう、玉砕覚悟というような、小高勇も道連れで、特攻してやる。ただそれだけです。いやなんか思った以上にテーブルがスムーズに割れなかったんでね、ちょっと不甲斐ない、勝ったけど不甲斐ない勝ち点ですよね。ねえ、あいつがテーブルクラッシュやりたいっていうあれだと思うんで、僕は別にね、あいつにやられっぱなしだし、別にそれで今日やり返したらいいかなと思ってたぐらいなんでね。なんだあいつ、自分の土俵なのに全然元気ないじゃん。駅当選だからっつって、力んでじゃあ、ね、いい成績も、ね、極端に言えば悪い成績も出ないですよ。楽しんでやんなきゃ、駅当選はやっぱり、勝ち点はもちろんですけど、駅当選は楽しんでやる。まあ、特にあとは言うことないんで。ありがとうございました。